方こちらアメリカから来た5人組イーストウエストボーイズです。これまでにないグループを作りたいと日本のレコード会社が全米オーディションを行い、去年9月デビューしました。日本に滞在するときは全員で合宿生活です。アメリカ育ちの彼らにとってゴミの分別も初めてのことだったそうです。燃えれゴミ ファンの心をつかむためにはまず日本の習慣や文化に馴染むこと、そのために日頃から努力を重ねています。まず移動の時には車に乗らないようにしています、あえて電車を使っているんですね、はい、日本語の日本語の名詞も作りました。さらには盆踊りまで、もうね、日本に馴染もうと一生懸命なんです。母国から遠く離れた日本で意欲的に活動する彼ら、プロデュースする日本のレコード会社も手応えを感じているといいます。ファンの人たちにとっても本当に身近にいるこう海外のボーイズグループというふうに受け止めてもらえているんじゃないかなと思います。最初にファンになってくれた日本の人たちに対して、早く世界に出てってブレイクをして、ほらね、僕たちを応援してくれた日本の人たちに世界で売れた僕たちを見せてあげたいっていう。